さあ続いてのコーナーは妙に変だな。はい、稲川淳二さん風の話し方で食わすのなんともない話をします。ラジオネームワンダホダンサーズ、うん、太田さん3年後は出馬する人こんばん。しねえよ私はこの間ニュースを見てたんですよ。選挙の結果が気になっちゃってね、ほら私もこれで一日本国民じゃない、私の投票した人がどうなったかなと思ってね、何気ない気持ちでテレビを見てたんだけど、多少驚いちゃったな。だって私の見たニュースによると国会がねじれたっていうじゃない、あれでも妙に変だな。建物がねじれるってこれ一大事ですよ。頭が悪いだけじゃん。よりにもよって国会議事堂、これは黙ってらんないなと思って、私国会議事堂に駆けつけたのよ。って言っちゃったの。するとどうなのよ、いつも通りでどっこもねじれてないじゃない、妙に変じゃない。何言ってんだよ。だけどお恥ずかしい話、私政治にも建築にも詳しくないんでね。建築はいいやとりあえず。あの人建築とかやなんか本当はそうだよね、はい、デザインとかそっちの、ね、もしかしたら見る人が見ればねじれてるのかもしれないなと思いましてね、もう一度よく国会を見てみたんだ。へえ、あれが参議院でこっちが衆議院か。国会って二つあるんだよな。二つ。その時は私ピンときちゃって。こっちがピンとこねえ。ねじれ国会っていうのは物理的にねじれるってことじゃなく、衆議院で与党が過半数の議席を持つ一方で、参議院では野党が過半数の議席を持つ状態のことなんだって。なんだこれ、ただ説明してくれてるだけだろ、ねじれ国会。この間昨日か、太田総理で、あの井口さん久々に、はいはいはい、ね、井口さん ね受かりまして、でちょっと空き時間の前室でちょっと話してたんですけど、討論のやつ終わった後に、井口さん結構、あの俺のこと好きなんですよ、あの人、でやっぱりあの太田総理とは、あの対決しないとダメねなんつって言ってて、俺と味方の側だったから昨日、でもやっぱりね最後のね、あの総理の演説はね、やっぱりね、あのすごかったわっつうから、いや俺はね、行かせますよ井口さん。何言ってんの。やるときはやるとこですよ、俺は行かせますよっつって、あのねやっぱりね総理はね、なんだかね、ごまかしてんだか分かってんじゃないのか、よく分かんない。やっぱりね、総理はね、最後あれを言うところはね、ちゃんとね、ポイントを外さないわね。ああ、俺はポイント外さない男ですよ。バッチリ気持ちいいところにね、パシッと行かせますよ。あのね、やっぱりね、それは、そうだね、つって言うから。いや、吹かせますよ、俺、吹かせますよ。吹かせますよ。お前何言ってたら、何言ってんの。最終的に何言ってんだか分かんない。言ってた。最終的に。かわいい。かわいいらしいですよね、あの人はね。何言ってんだか分かんない。つって言ってた。大臣ですからね、元ね。藤田悦司君、知念里奈ちゃん、橋野恵美ちゃん、こんばんは。二人とも違う。これは最近の話なんですけどね、その日朝から暑くて暑くて、私はああ暑いなあ、暑いな、やだなあ、やだなあなんて言いながら夏の暑さにうだってたんですよ。やがて私はそうだ、こんな日はプールで泳ごうと思い立ちましてね、そうと決まれば早く行こうとすぐさま準備をして、まあ近所のプールへと出かけたんだな。で目的地のプールに着くと、私はすぐに海パンへと着替え、
水着のギャルがいるかな、うひょーなんて言いながら、うひょーってお前藤田だ。藤田だ、ね。藤田だって。なんて言いながらプールサイドに飛び出したんだけども、そしたら残念なことにそこにギャルの姿はなく、いたのはおじさんばかり。しかもそのおじさんたちをよーく見ると不思議なことに、みんな手に釣り竿も持ってて、プールサイドからプールに向かって釣り糸を垂らしてた。あれー、妙に変だなー。なんでこの人たちはプールでこんなことしてんのかなー。まあ、きっと、ギャルの水着を釣り針に引っ掛けて脱がしてやろうと。っていう魂胆なんだろうな。そんな変態は嫌だな、怖いな、なんて思ってたんだけど、せっかく海パンにまで着替えたんで、私はそいつらの横をすり抜けてプールにザバーンと飛び込んで、私はしばらくスイスイと泳ぎを楽しんでいたんだけれども、私がふと頭を沈め水中に潜ってみると、ミステリアスなことにそこには鯉や船といった多くの魚が泳いでだっておかしいじゃない、人は誰もいないくせに魚だけがたくさん泳いでんだよ。さてはこのプールに入った人はみんな魔法で魚にされちゃったのかな。そんなプールはやだな、恐ろしいな、なんて震えていたら、さっきのプールサイドの変態が魚を釣り上げて大物だなんて喜び出すから、もうびっくり。でもそこで私気づいちゃったんです。ああ、ここは釣り堀だっていうか、こいつはよく怒らなかったね、まず。大騒ぎになるでしょ。おーい、何やってんだってね。普通そっちだろ。ペンネーム、今に見てろ、どっか。はい。太田さん、サラサラしたどっか。こんばんは。先日、町内運動会のリレーでアンカーとして走ることになったんですがね。うん。これでも私は昔は A 中のチーターと呼ばれたほど、足が速くて階段を選ぶか陸上を選ぶかで悩んだこともある。階段を選ぶかどういう選び方だよ。あの時もし陸上を選んでいたら、今頃私はチーターになっていたかもしれません。チーターにはなってない。でも今思えば、階段を選んだのはチーターになりかけていた自分が怖かったんでしょうね。パーン！そんなことを考えてると、スタートのピストルが鳴らされ、第一走者が走り出しました。あれー、妙に変だな。第一走者がみんなネギを持ってるじゃない。最初は母が用のネギかなと思ってたんですが、第一走者から第二走者に手渡されても、第二走者から第三走者に手渡されても、誰もネギを使おうとしない。じゃああのネギって何のためのネギなの？なんでみんなネギを持って走るの？あ、そうか。このリレーが終わったらみんなすかさずネギを食べる気なんだな。みんなネギを早く食べたくて食べたくて、しょうがないからついつい気が流行ってネギを持って走っちゃってるんだ。へえ。ネギって随分人気があるな。でもネギに普通の昔、リレーをおろそかにするなんて納得いかないな。リレーはリレーでちゃんとやって、それからネギを食べればいいじゃない。よーし、あんなネギ。私が、ポーンと放り投げて。そんなことを思っていると、私の下にトップを走っている私のチームの走者がやってきた。下に？元にってことかね。私の元にトップを走っている私のチームの走者がやってきた。お、いよいよ私の出番だな。私は走者からもらったネギをすかさず遠くへポーンと投げた。ネギはどこまでもどこまでも飛んでいき、入道雲の白とネギの白が落ちたネギは誰もいないグラウンドの隅をコロコロコロと転がって、私のチームはビリになりました。その時私気づいちゃった。あれはネギじゃなくてバトンだ。なんで
のつもりでリレーを出てた。何なんだこいつは。ラジオネーム公園のロケット、うん、この前私シャレオツな洋服が欲しくなったんでね、ま、丸いに買い物に行くことにした、うん、電車にごとごと揺られてやってきました。小田急線町田駅、うん、さあ買い物するぞーと、おしゃれさんになっちゃうぞーと、そう思って駅前の丸井に入ろうとしたんですけどね、肝心の丸井がどこにもない。あれ妙に変だな。その代わりに以前丸井があったところにアンジェラアキさんがいたんです。あれ妙に変だな。わかんねえだろこれは。だっておかしいじゃない。今日アンジェラさんは新百合ヶ丘でコンサートやってるんですよ。こんなところにいるわけないんだから。意外に近いし。でもこんなこともあるのかな。きっとコンサートは影武者を使って自分はお忍びで出かけてるんだな。そう思いました。丸いがなくてやることがなくなっちゃったんで、ね、せっかくなんで私アンジェラさんの中に入ってみることにしたんです。アンジェラさんの足元に立つと自動ドアがウィーンと開いて、私は体の中に入りました。するとそこにはなんと納得の品揃えと安心の価格設定が自慢の洋服屋さんが所狭しと並んでたんです。あれ妙に変だな。でもこれで私シャレオツになれるな。よかったな、よかったなと。それから小一時間洋服を選んでレジに持って行き会計を済ませました。あー、いい買い物ができたな。これで私もシャレオツだなと。その時店員さんが、お客様丸いカードはお持ちですかって聞いてきたんですよ。そこで私気づいちゃった。アンジェラさんの看板の丸い。何言ってんの。アンジェラさんの看板の丸い丸いってマークは丸いって読むんだ。もうアンジェラアキどういう風に見られてんだろうな。全くこれ分かんないだろうね、いきなり聞いた人。何を言ってんだ